昆虫軍代表、クワガタ界のアラムシャ、リノケロス二股クワガタ。これはあまり大きくはないんでしょうか。いや、大きいですよ。大きいですか。はい、はい、もう気性も荒いですね。そうですか。はい、もうマンディブラリスと並んで、はい、すごい気性が激しい。空気にも起こるように。あ、本当ですか。はい、これは楽しみです。楽しみです。まあ凶暴の一言ですね。はい。毒虫軍代表、タランチュラ界の青鬼、ブルーブルーム。青鬼ですよ、うん、これはね、ちょっと情報あまりないですね、はい、日本に初じゃないですか。あ、初めて、はい、だから果たしてどんな戦いを見せるのか、はい、私自身も楽しみですね。そうですね。はい、はい、体は結構大きいですね。大きいですね。はい、はい、毒性は強そうですけどね。そうですね。はい、おっと、空気でも起こるというか、はい、川田クワガタ。あ、始まりました。あれ、もうすでに早いですね。早いですね。もう顎がもう胸部というか胸部ですね。もう体液も体液出てます。出てますね。はい、これは傷ついてます。もうこれは決まりましたね。あら、早い。やっぱりね、はい、こう大山半妙だとかですね、はい、いろんな甲虫、まあカブトクワガタ、はい、こう硬いんでね、とにかくいつも毒虫が牙が立たない。うん、はい、なるほど。ね、こういう風になっちゃいますね。そうですね。あ、でもまだまだ、はい、あ、でもまだまだ元気ですよ、はい、そうですね。まだまだ、お、反撃するか。あ、向かってきましたね。向かってきましたね。大したもんですよ。なかなか気が強い。大したもんです。はい、ダメージを受けながらも、はい、あ、でも、もう、しかし、それにしてももう試合は一方的ですね。そうですね、はい、もうなんか赤子の手をひねるようなね。ブルーブルーム戦闘不能。まあ、もうね、最初のこの一撃がね。そうですね、やっぱり。まあでも検討しましたよ、ブルーブルーム。そうですね、はい、普通だったらクモはもうこの状態で結構戦意喪失というか、はい、はい、もう瀕死の重傷になるんですけどね。そうですね、気持ちでは負けていないというでした、はい、ただいまの試合、昆虫軍の勝利。